どうもー、えー、今週のぼやきですね今週も水曜日になりましたんでまたお酒を飲みたいと思いますこれはティーチャーズで作ったハイボールですねティーチャーズで作ったハイボールちょっと飲みます、うん、ハイボール美味しいですねハイボール美味しいそして今日は、えー、今日の日本酒今回の日本酒はこれです 和和ですね和弘これはですね、えー、お客さんに教えてもらった、えー、酒屋さんが浜内にあるんですけども浜内の酒屋さん、えー、で、えー、そおすすめされたんでそこに買いに行ったんですねそしたらそこはね、えー、滋賀県産の日本酒が、えー、日本酒の中の99%から98%が滋賀県産の日本酒で,で僕がまだ日本酒素人でですねんで 部屋で、えー、4号瓶でこうちょっとおすすめありますかっていうことをお聞きしたらですね、この和弘をこう勧めていただいたと。で、先週の木曜日ですね、勧めていただいてですね、で、これがですね、えー、純米薄濁り生酒ということでですね、これを飲ませていただきました。えー、先週木曜日もう飲んでるんですけども、えー、あれです、これはね、うまいですね。だから日本酒のほんまのこう美味しいし っていうのだからこうやって日本酒ってハマっていくんだなっていうのがこう分かりますねこれがいいんですよこの生酒っていうのはいいんですかねこのこれがなかなかすごいですねこれいただきますこれね先週も飲んで思ったんですけどねこの アジアをね、こう表現するのが僕のボキャブラリーではできないですけども日本酒ってこんなにうまいんやなっていうのをちょっと思わせてくれはりました。でその店主さんが言ってたんで言うとですね滋賀県のお酒はね基本的に濃厚で。 えー、甘口とは言わずうま口っていうらしいんですけど濃厚でうま口な味が、えー、滋賀県の、えー、そのね蔵の酒蔵の特徴らしいですねだからよく辛口でとかこう短麗辛口とかあるんですけど、えー、滋賀県の場合はこう濃厚で濃厚も言い方がちょっと違ったと思うんですけどもでこううま、えー、口ということでこれはねほんまにおいしいですね で僕これ1杯ぐらいしかいつも飲まないんですけども、えー、先週ね結局半分ぐらい飲んじゃいましたね、えー、4合瓶の半分、えー、2合ぐらい飲んじゃいましたで他にもハイボールとかね、あのー、焼酎うロん割りとか飲んでるんで結構飲んじゃいましたねうんうまい本当においしいですね本当においしいで今日のつまみとしてこれですこれをちょっとえ家族に出たします、えー、サーモンですね スモモークサーモンこれはまあうまいスモークサーモン僕好きなんでねうんうまいうまいですねちょっとハイボールもらいますそして今日のジャンクフードはこちらうんちょっとあの先週行ったスーパーでね えー、珍しいポテトチップスが売ってたんで、ちょっと買ってきました。で今回はイ池屋ではないんですね。これ、ポテトデラックスマイルドソルト味ということで、ポテトデラックスマイルドソルト味。えー、これはですね、えー、カルビーですね、まあ、有名なカルビー,、えー、カルビーから出てる、えー、ポテトチップスということで、3倍圧、3倍圧ということですね、これは。 芋の厚さがデラックスということでちょっと食べてみたら結構小さいですね小さいので値段はねだから100円ちょっとぐらい結構してるんでちょっとどんな味かなというところちょっと切れないですね、うん、えー、あこう開けるのかこう開けるんですねああまあほんのり 塩味ですね塩味こういう感じですね3倍やつあーこれは熱いですわかりますかねこれぐらい熱い、えー、ポテトチップスうんう なんて言うんてうでか、ね、食べ応えある味といいますかやっぱりちょっと分厚さがあってポテトチップスは軽い感じではないですねちょっと、えー、重,み重みのある、えー、ポテトチップスかなと、うん、あでもいいんじゃないでしょうかね、うん、なかなか、うん、ポテトデ,ディラックスまあいいんじゃないでしょうかうん、うん、あ美おいしいですねこれもね、うん ということで今週なんですけどもですねうん仕事がね結構そこそこありがたいことに忙しく、えー、させていただきました今週ね今週金曜日から、えー、水曜までちょっと今日の水曜日はちょっとこうおとなしかったんですけどもまあ昨日まで結構忙しく動かし動動きましたということでほんでですねあのー、ご新規さんがね あの結構来ていただいてその中の、えー、2名のご神規さんがですね、えー、ご紹介ということで、えー、お一人が、えー、家族の紹介その家族の方もこう来ていただいたんですけどその奥さんが来ていただいて旦那さんが今回来ていただいたでもう一人がですねご近所さんの、えー、関係で来ていただいたと。 いうことでですねこの紹介での、えー、ご新規さんっていうのはすごくありがたいですね。で、えー、まあまあこういうことでのご新規さんいうのはかなりこういい感じかなと僕の中でも思ってます。そのまあこう言ってみみたいな感じで言っていただけてるんかなと思ってそれがちょっとまあまあ嬉しかったなというところですね。うんまあ こういう形であのー、ご新規さんが増えてくるとですね、えー、やっぱりそのやっぱリピートしていただける確率が、えー、上がるような感じがしますんでですねやっぱりそうなるとやっぱ売り上げは安定していく形になるんで、えー、ちょっとずつでもいいんですけどもこうやってこうご新規さんが増えていてそれでまた気に入っていただいて、えー、リピートしていただいてこう来ていただけるとこうると ありがたいいかなというととうころをちょっと思います、ね、でえー、まあ緩やかではありますけどもやっぱりこう右肩上がりにはなってますちょっとジグザグはしますけども、えー、一応こう右肩上がりの形にはなってるかなというところでまあまああのー、まあ順調というかまあ やる僕やることがやらなあかんことというかねこうやっていこうとすることがこうたくさんあるんでですねそれはしっかりとやっていかないといけないもんではあるんですけどもえそれをやっていきながらこうお客さんをちょっとずつ増やしていくんで増やしてちょっと忙しいというかそのそれなりにそうやってこう来ていただいて。こう 忙しくしながらもなんとか時間を作ってその新しいことというかねそれをこう挑戦していくで、えー、一つ言えるのはですねやっぱりこうお客さんの要望であるですねハンドマッサージですね、えー、ヘッドマッサージ、えー、ドライヘッドスパのようなものもちょっと言っていただけることもあるんですけども、えー、ハンドマッサージがこうキンキンでね結構もうやってほしいというような形で えー、言っていただいてるんで、これはちょっと、えー、作っていこうと、自分の中でこう決心しましてですね、ほんで、ちょっといろいろと調べていってで、どういうハンドマッサージをまずやっていこうかなというところを考えたんですけども、まあ、一応、その、あ一旦これを参考にして、ちょっとそれを習得しようというものが見つかったんでですね、えー、それをちょっとマッサーする、えー、形。 なんとか時間を作ってです、ねえー、それをこうマスターしてその要望してたお客さんにこう作ってるんでって言って今これちょっと受けていただけますかということでそっからこう感想を聞きながらですねそのコースとしてこう作っていこうと思いますほんで今こう60分のコースとかがこう人気なんですけどもそこに加えてプラス10分ですね、えー、プラス10分で ハンドマッサそれをこう作っていこうというところですね。これはまあまああのー、その僕が参考にするものを見ているとですねまあ僕もこう、まあ、セラピストの経験がけ、まあ、そこそこまあそこまで長くないですけど。 スタッフとして6年で独立して今9年目ということで10の14年以上こうえそういう施術の仕事をしてるんでですねある程度の感覚はこうつかめると思うんであとはちょっと練習してですねえ何回か練習して慣れてきたらもうその要望していただいてるお客さんにこうお伝えしてこう受けていただく形をとっていこうというふうに思います。なるべくこう早めにこう やっていくで次そのお客さんがご来店いただいた時にはもう練習してるんでとかできればねもう一回受けていただけますかっていう形でこうやっていきたいなとは思ってます。そこまでいけるかどうかでちょっとそこまではいけないけどもまあえー、まあハンドマッサージのそのクリーム的なもんはこう自分の中でこうあるんですけどもね足すぶもやってるんで。 えそれはあるんですけどもそこにねアロマの香りというかねえそういうものをこうちょっと加えていく形になるとですねえそれが何にしていったらええかっていうのがちょっと。 まだ僕に分かってないのでででですすねねあななんかかか声おかしいい、ね、ってないのでそこをねちょっとこうあの見つけていくというかね、えー、探し探すというかどういう形にしていこうかなというところ。っていうのはこの香りのこともそのお客様が言っておられたんですね。その ハンドマッサージを受けてそのハンドが気持ちいいとかこう楽になるっていうことだけじゃなくてその時ハンドマッサージを受けてる時のそのアロマの香りというかねそれもやっぱりこうリラックスするもんになるっていうようなことをこう強く言ってはったわけじゃないですけども軽く言っておられたんでそこの要望にもしっかり応えたいんでですねその辺をどういうふうにしたらいいんかとかそういうこともありますし できればそのハンドマッサージをやってるお店に行ってですねちょっとハンドマッサージをこう受けに行ってですねいろいろとこう見ていきたいかなそのまあ材料であったりその道具であったりとかねそういうのをちょっとこう参考にしたいかなとえ施術に関してはもう自分でこうやっていく感覚の方がいいだろうとまあまあ受けたらその何か学びはあるとは思いますんでえその辺ちょっとこう探していきたいなというふうには思ってます。 ています、うん、これもねお客さんがですねそうやってこう言っていただけるんでその要望として言っていただけるんでほんなそれに応えようかということで、えー、取り組むことができてるんで非常にこうありがたいそういう、えー、リクエストを頂い,いてるなというふうに自分の中で思ってますでヘッドマッサージの方もですね言っていただいてるんですけども、えー、なかなかちょっとこう調べていって ちょっと練習したりもしたんですけどもヘッドマッサージについてはちょっと本格的にもうちょっと本格的なものを作った方がいいんじゃないかと中途半端なものを作るよりもですねもうちょっと本格的なものを作って提供した方がこうプラスアルファにお客さんのプラスアルファとして喜んでもらえるんじゃないかなと思うんでちょっとヘッドの方が時間がかかるとハンドの方がまだそのプラス10分としてね えー、普段のコース,プラス10分ですねだからその10分だけのコースっていうのは作らないというかそれはお受けできないですけどもそのコースまあ60分のコースプラス10分ということでこお受けする形でこうできるんではないかなというまずハンドマッサージを作って、えー、ハンドマッサージで、えー、それを作り上げていって。 たらですねハンドマッサージ単独のコースですね30分なり40分なりのコースを作り上げる次のステップにこう進んでいくんですけどまず10分作ってそこで次にはヘッドのプラス10分ヘッドのところを作っていってということですね。 でもちろんそのヘッドもヘッドで単独で3 4 0分50分か分かんないですけどもそういうもののコースを作っていくという形ですね、えー、他にもっともっとこうコースに関してはちょっと増やしていくんですけども、えー、一旦そのお客さんのリクエストがあるもの、えー、ハンドマッサージの10分プラスヘッドマッサージの10分プラスというところをこう作っていって でそっから展開させていくそれに加えてもっと違うコースも自分の中で考えてるものをこう作っていくというところになるかなというふうにはちょっと思ってますけどもんまあまああのー、時間の問題ですね。でえー、まあ昨日ね空手の先生がですねえー、まあいろんなことやるやつはもう。 その時間がない言言い訳はしないみたいなことをこう言っておられてですねあの時間がないことは言い訳にはならないというまあまあそんな強い言い方されてなかったですけどそういうふうなことを言っておられて確かにそうやなとうんあの自分でその時間管理ですねこう,うまいこと時間の使い方のそのスキルも上げていってえそのね生み出していかないと。その 自分ででこう作っていいいいかないといけなとけんでそのお客さんで忙しいからって言ってそれができないっていうのは言い訳にはならないな,なんかこう作っていくっていうことはこうしていかないとね、えー、前前というかその先へ進めないですからね、えー、しっかりこれがこう将来自分がこうやっていくことの中の。 こう一つのソフトの部分として一つこう重要な部分になってくるんでヘッドハンド、えー、他いろいろね、えー、ありますけどもその辺をこう作っていくでお客さんからちゃんとこうリクエストを頂い,いてるということでそれがこうありがたいことなんでそれがこう自分を動かす原動力になっておりますんでですねえその辺をこうしっかりとこう取り組んでえいこうというところですね。と、うん、ということで今日は、うん こんな感じですか、ねうん、このあとはねえー、まあ休み明日休みで今日はチートデイなんでまあお酒を飲みますけども「えー、坂の上の雲」というね、えー、ドラマをこう見てこうゆっくりともう休めたいと気持ちを休めていきたいと明日は明日でちょっといろいろ動きますんで休みですけどもね、えー、今日はまあまあここでちょっとゆっくりしたいなというところでありますこのハイボール飲みます。 ということで。以上です。ありがとうございます。